岸田さんで原発推進に戻っちゃいそうな感じがしますが。あ、そうです。本当は今度魚になった方が、そうなんだ。脱原発進むような。うなまあ、いずれなるよ。まあ、その感謝の念を込めて、作った資料です。これはそうだな。どこで作ったの？こちらの方に、前の方に行って。これはどうですか？はい。これなんか、はい、その4に。岸田さんから友達作戦被爆兵士のことは何か、いや、まだ会ってない、問い合わせはないんですか？こちらです。じゃあ岸田さんには近いうちに申し入れるご予定ですか？いやいや、先生がおっしゃるように原発ゼロですぐでできるのに、岸田さんは原発推進しようとしてますよ。まあ、広島選出なんでね、原爆に対しては思いきが深いのに、どうしてこうなんていうかこうなっちゃったんですかね。あの民主党もね、電力労連のロスが応援してるからね。あ、強くなかなか強く言えない、うん。今回ようやく野党の共通政策で原発ゼロ、あれは進歩ですね。あれはむしろ野党がね、強調してね、公約のトップに挙げない。あ、原発ゼロ、原発のない脱炭素社会追求と。それ、野党だってやればいいのに、ね、労働組合を応援してるから、なかなか無理だ。そうすると、安倍さんに忖度している原発推進の岸田さんとの違いが明確になる。うん、ドイツは日本の事故見てやってるの、日本は世界に先駆けて原発ゼロ実現したと。岸田さんもあの広島の被爆地出身の政治家なんで、友達作戦被爆兵士にももっと関心持っていいような気がするんですけど。そうね、今まで問い合わせとか全然なかったですか？それはないよ。ないですか？どうたちに対したら。ああ、正解に、安倍政権時代に外務大臣もやって政調会長もやってるんで、日米関係の重要な問題じゃないかと。ああ、そうなんだ。あれだけの災難を受けてね、まだ原発やろうっていう気が知れないや。政府が未だに認めてないのがおかしいと。いや、やめようと思ってないのがおかしい。あ、やめようと思ってないの。ゼロにしないと。あ、なるほど。やればできる、やればできることをやれば。安倍さんも言うことを聞かなかったし、みんな聞かないな。でも分からんよ、これから。これから分からんよ。今後はこう次の選挙でね、はい、野党が公約のトップに上げないっていうのも不思議。おかしいね。おかしいね。小泉さんとしては今後ゼロに向けてどんなふうにこう、いや、今こう、ね、講演してもらうしかないし、これをやってる多数を味方にしやる。多数の選挙、河野太郎さんも最初から脱原発ボンと言ってれば勝てたかもしれない。そうそう、あれね、思い切ってやればよかった。忖度したのが良くなかったと。せっかく息子さんを応援したのにもったいなかった。私の優先に言えば全政党反対したんだ。自民党一番反対したんだ。そうだよね。それに比べたら楽なことじゃない。